お、ハロー、名もなき光の実況者ルーダスです。本チャンネルではファイナルファンタジーシリーズをメインに実況動画およびプレイ動画を投稿しています。スマホアプリ、コンシューマー、家庭用ゲーム機で、あとオンラインゲームといったゲーム動画はもちろん、最近はグッズ紹介動画、雑談動画、ネタ動画などといったゲーム以外の FF 動画も投稿しています。2020年11月時点でこのチャンネルに投稿された FF 動画は1000本以上。あなたのお気に入りの FF 動画がきっと見つかるはず。 FF に対する愛と情熱は誰にも負けていない。 FF 好きおよびルーダスのファン、通称光の戦士の皆様、ぜひ一度名もなき光の実況者ルーダスの動画をご覧いただき、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。ちなみに自分の FF 歴は3年、 YouTube チャンネルを立ち上げた2017年1月9日、この日は成人式があった日なんだけど、その帰り道でたまたま寄ったブックオフ、そこで購入した PSP 版初代ビジデオファイナルファンタジーを遊んでみて、 FF の面白さに衝撃を受けて、2017年3月1日に実況動画第1作品目にファイナルファンタジー7を投稿、そして今に至るというわけ。あと自分のキャッチコピーでもある名もなき光の実況者の元ネタは、名もなきの部分はディシディアシリーズに送るイミテーション、通称人形の名称が名もなきから始まっており、そこから抜粋、光の実況者は光の戦士が元ネタで、実況者に合わせて光の実況者という名称に変更、名もなきと光の実況者を合わせて名もなき光の実況者というキャッチコピーになったというわけです。名もなき光の実況者というキャッチコピーは、自分が現在所属しているウームという事務所、マルチチャンネルネットワークの専属クリエイターに与えられるキャッチコピーに該当します。まあ俺はまだ専属じゃなくてネットワーククリエイターなんだけどね。これからも面白い FF 動画をどんどん投稿していきますので、光の戦士の皆様、ぜひとも名もなき光の実況者ルーダスを応援よろしくね。以上、ルーダスチャンネルの紹介動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。